キ館ンカンとグランドプリンスホテル、高輪グランドプリンスホテル高輪は東京都港区高輪にあるホテル。グランドプリンスホテルの一つ。グランドプリンスホテル高輪は品川プリンスホテルザ・プリンス桜田ワー東京、グランドプリンスホテル新高輪と同じ地区に位置しているが、同ホテルは1953年11月18日に品川プリンスホテルとして開業した。 1968年に高輪プリンスホテルとして改められる。現在の別館は1961年、本館は1971年に竣工したものである。2007年4月にプリンスホテルの改革により、現在の名称となった。高輪地区で最初に開業したプリンスホテルであり、現存するプリンスホテルの中で最も古いホテルである。西部グループと 日本オリンピック委員会との関係が深いことから、オリンピックの日本選手団関係の公式行事に使用されることが多い。2016年1月4日より同年10月末まで改修工事のため休業し、2016年11月1日にリニューアルオープン。今回の改装で別館が高輪花かろの名称で和室16室の構成にリニューアルされ、 専用のラウンジやスパが新設、本館もクラブラウンジやフィットネスルームなどが新設された。レストランも変更されており、一部のレストランや婚礼施設の機能はグランドプリンスホテル新高縄に移転している。以下の施設はリニューアルオープン日の2016年11月1日時点のもの。ありがとうございます。